はい、今日はフォレスターのパワーリアゲートのメモリーハイト機能について紹介したいと思います。メモリーハイト機能を使わなかった場合、パワーリアゲートを開けると一番もうフルオープンで開いてしまいます。もちろん十分なスペースが確保できていれば特に問題はないのですが、後ろに壁などがあった場合、そのままだとぶつかってしまいます。またフルでオープンしてしまうとパワーリアゲートのスイッチがちょっと手が届かないってなってしまう方もいたりするかと思います。そういった時に使うのがメモリーハイト機能です。それでは使い方を紹介していきましょう。はい、メモリーハイト機能の登録方法ですが、登録するにはまずエンジンを切るかアクセサリーの状態にする必要があります。今回はエンジンを切って登録してみましょう。まずパワーリアゲートを開けます。このように適当なところで止めてください。そして、設定したい高さまで手動でゆっくりとこのように開けていきます。この時に力強く押してしまうとパワーリアゲートが作動してしまうので気をつけましょう。はい、自分が設定したい高さが決まりましたら、次はこのボタンを3秒長押しです。今音が鳴りましたね。これで登録完了です。では本当に設定できたかどうか開けてみましょう。このように止まります。でこの機能を使いたくなければまたメモリー機能をオフにします。オフにしてパワーリアゲートを開けてみましょう。このように全開でオープンします。はい、今回紹介したのはメモリーハイト機能の登録方法でした。一見地味な機能だと思いますが、非常に使い勝手はいい機能となっています。なので必要に応じて設定してもらうといいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。